山形城は山形県山形市霞城町にあった日本の城。別名は霞城、霞ヶ城と呼ばれる。また吉矢城とも呼ばれた。国の史跡に指定され、日本百名城に選定されている。山形城小江津外堀の風景をおよその城郭構造の基礎は、もがみよの時代に作られ、鳥居た政の時代に、 現在の形に整えられたものである。江戸時代には山形藩の成長が置かれた。現在は武家屋敷群のあった三の丸が市街地化しているが、本丸、二の丸跡が霞町公園として残されている。霞町公園はかつて運動公園として整備された、ため公園内には運動施設がいくつか残っている。現在、整備方針が代わり史跡公園とすることを目標に、 しているので残っている施設も将来的に移転される予定である。建造物では大手南門が市内の万章寺山門として移築され現存する。また、市内八日町は黒山、宝公園の本堂は5点の建物を移築したものと言われている。山形市は2033年をめどに本丸全体の発掘調査を完了させるとともに、 本丸マス型門の復元を完了することを計画している。2012年度末現在、本丸は一文字門及び五点等の写真、図面などの資料が発見されていないことにより、大型建築物の復元のめどは立っていないが、本丸大手門の高麗門及び都米は、時代交渉に基づき復元が行われている。2013年の発掘調査は、 本丸西側堀の遺構が中心となり、本丸湖南西部に関しては、本丸土類構築ができる状態となっている。2013年の発掘調査では、三の丸跡から奈良、平安時代のものと推定される縦穴住居跡6棟が発見され、城下町は古代から存在した集落を基盤として形成されたのではないかと見られている。山形城が立地するのは、 山形盆地南側、真見ヶ崎川線上地の中央やや北寄りに位置する。宇州街道と笹谷峠の合流点にあたり、鎌倉時代までは最上群の中心として栄えた。1356年に柴金頼りが宇州丹大として山形に入部し、1357年初期の山形城が築城される。以後、出羽柴氏は、もがみを名乗り、 もがみ市本州下の居城となった。もがみよが、慶長年間に城郭を拡大し、三の丸を構築、家臣団の屋敷が置かれた。さらに城下町を整備し、慶長では合戦データでは57万国の本城となる。元那八年に、もがみ市が開役された後、鳥居忠政により改修がなされた。鳥居市以後も、たびたび藩主家の変更があったが、格式。 規模が次第に低下したため江戸中期以降は城の維持が困難になった幕末には御殿は二の丸に置かれ本丸は更地で三の丸の西半分は田畑になっていた霞城公園北門にある史跡山形城市日山形藩最上氏も参照1870年に山形藩が天保となった時長く使われずにいた城郭は大破し外壁 やぐらも風雪に耐えかねる状態であった。城が売りに出されると、山形市が購入し、陸軍の駐屯地を誘致した。不評32連隊の兵衛敷地となり、木内の矢倉やぐらや五殿は破却され、本丸は埋め立てられた。三の丸の堀も埋め立てられ、工作地として利用された。日露戦争外戦を記念して、不評32連隊の機関将兵が、 明治39年に周囲にソメイヨシノを植林。以降桜の名所となった。運動公園だった頃の霞城公園山の丸の内側の面積は235ヘクタールもあり、日本国内では5番目の広さで、大内方では最大の城であった。しかし、江戸時代初期の最上市時代に57万国あった。 国高も度重なる、半紙交代に伴って、国高が削減され、山形藩にとっては維持することすら困難な状態になった。秋元氏時代には、二の丸東大手門の門中央の破損が著しい、ことから、修理した際に、多門櫓が渡る櫓門であったものを、痛みの著しい中央部分のみを修理したため、平櫓2基の間に渡すような姿となっていた。 幕末期の水野市五万国時代には、城はかなり荒廃していたようである。山形城は、本丸、二の丸、三の丸が、同心円城に配置された、輪郭式平城である。二の丸には五つ、三の丸には十一の出入り門が作られた。中世の館を拡張して、城郭都市、本丸は五殿のみで、天守は作られなかったが二の丸に、大洋の三重櫓が建てられていた。 ただこの三重矢倉は、元六期までに取り壊されている。二の丸は一辺五百メートルほどの方形、三の丸は1.5キロメートルから二キロメートルほどの楕円形であった。本丸には、五点、二の丸には、藩の成長と、五三回倉が、三の丸には534人の上級、中級の最上下家臣の屋敷、城外には1326人の家臣の屋敷と、 寺院が町方を取り囲むように置かれた。霞町公園を取り囲む水堀は二の丸の堀であり、よく保存されている。三の丸の水堀は、江戸期の終わり頃には埋没し、湿地化していたところが多かった。多くは、現在、住宅地などの地下に埋没しているが、発掘調査の結果、よく保存されていることが確かめられた。 本丸本丸一文字も二の丸二の丸東大手門内側二の丸南大手門関三の丸西条市の城郭建設当時城の北側にはすぐに真美ヶ崎川が流れ堀の水源と総構えの一部した真美ヶ崎川は後の鳥石の時代に現在の流れに流路を変更されている城下町では三の丸の外周に沿って商家が集まり 城下各地に職人庁が作られた。城の東方に寺町が築かれ防衛線の一つとされた。街道は城を中心に放射状に伸びていたが、町の路地は城下町でよく見られるような曲がり道や定時路の多い複雑なものだった。もがみよの時代になると、もがみは最上48立てと称される市場を持っていたとされる。しかしその実態は、 よくわかっておらず、最大半島の頃には48を超える市場を持っていると考えられる。村山郡最上郡城跡は、霞城公園として整備され、山形県立博物館、山形市郷土館、県体育館、野球場などの文化、スポーツ施設がある。また、桜の名所でもある。現在、博物館、郷土館、野球場など、二の丸内の施設を移設して、 公園を再整備する計画がある。今は、本丸の堀も一部、野球場のために埋められているが、これも復元する計画になっている。また、本丸御殿もその全貌が割るようにする計画がある。三の丸城門の数が十一口あり、十、一、口を縦に続けて書くと、基地になることに由来する。日本城郭協会山形市山形城、高麗門など復元。 一般公開に、多くの家族連れ、なら、平安期の竹穴住居跡見つかる山形城、三の丸跡に六島集中、古代から、集落存在。山形新聞、http コロンスラッシュスラッシュ y a m a g a t a n p j p スラッシュニューススラッシュ201310スラッシュ22スラッシュ kj2 百131億2二0万 451p HP2013 年10月22日閲覧。山形県中世上官跡調査報告書、P21、大城類転送校第一編、第117巻、信頼及び、所長制受け山形城廃鉄の処分を総労す。山形城石、マイナス国指定文化財等データベース本丸の、玄関、明日4日から公開山形城高来門。 マス型土ドが完成本丸一文字門復元。もがみ光の大改修の時は5だったが、鳥石時代に改築され、4となった。山形県中世上官跡調査報告書、P89。ありがとうございます。